はい、皆さんこんにちは。ホロホロです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はダイソーさんのある商品を利用してこちらのポケット付きのポーチとこちらの水筒入れをとっても簡単に仕上げたいと思います。こちらのポーチはこのような感じで、入り口はゴムになっています。前にポケットがこんな感じで2箇所入れられるようになっています。スマホが余裕で入るぐらいの大きさです。こちらは水筒入れです。こちらも入り口がゴムなので出し入れがしやすいです。こんな感じで水筒がすっぽりと入ります。今日はこちらの2点をとっても簡単に作っていきます。今日使っていく材料です。こちらなんとダイソーさんで販売されていますレッグウォーマーを使っています。レッグウォーマーなのでもちろん2つで1組です。300円でこちら2つのポーチが仕上がります。ダイソーさんのレッグウォーマー、こちらを使います。あとお好みで飾りタグ、そしてストラップをつけます。 D 缶、そして D 缶をつけるためのリボンの端やバイアステープの端を利用していただくと簡単で便利です。このように D 缶をつけるための D 缶タブになる切れの端またはリボンの端、あとこちらに手でつけられるワンタッチホックを使っています。あればこちらのホック1組。こちらの材料で作っていきます。レッグウォーマーひょうたんキルトという銘柄で販売されています。ダイソーさんで300円のレッグウォーマーを使います。まずはこちらの水筒ケースから作っていきます。お好みで飾りタグを縫い付けます。手縫いでもミシンでもどちらでも構いません。タグがつきました。次にこちらを裏返しにします。裏返しにして底を縫うだけです。
厚みがあるように感じますが、中はふわふわの綿なので、少し厚手が縫えるミシンであれば簡単に縫うことができます。どうしても縫いにくい方は手縫いでも構いません。柔らかい素材なので手縫いでも十分に縫えるかと思います。まずは底のラインを縫っていきます。底を5ミリ幅ぐらいで縫っていきます。底ラインが縫えました。ここを底の角をこのように三角に折って、こちらを縫っておきます。ここを今底ラインを縫いました。両方の角をこのように三角に折って、ここを縫っておきます。6センチ幅ぐらいで縫っておきます。底ラインが縫えました。Dカンと端布を用意します。こちらの端にDカンタブをつけます。裏側につけていただいても、表側につけていただいても、どちらでも構いません。こちらは表につけています。こちらは裏側につけてみます。このまま裏に返したままつけていきます。5センチぐらいの端布で大丈夫です。こちらはリボンを利用してます。工具ボックスを外しておきます。まずリボンの5ミリぐらいのところを縫います。まずこのようにリボンを縫い付けます。このように D カンを通します。で、こちらのリボンの端をこのように折っていただくとリボンの切り端が隠れます。ここで縫ってリボンに D カンを通して縫った位置まで折って、で上にこのように倒します。でここら辺で縫っておきます。これでしっかりと D カンタブがつきました。反対側も同じです。これで底と入り口の D カンタブを縫い付けて、
水筒ケースの出来上がりです。表に返します。そこはこんな感じです。ストラップをつけてお使いください。こんな感じですっぽりと水筒が入ります。キルティング素材なので保冷や保温効果もあると思います。こんな感じです。次にこちら、スマホポーチにもなりそうなこちらのポケット付きのミニポーチを作っていきます。はい、まずこちらも飾りタグからつけていきます。飾りタグはこのように逆さにつけます。このあたりに逆さにつけてください。はい、こちらに逆さでタグがつきました。こちらがこのように仕上がります。で、お好みの場所で底を合わせてください。で、お好みの位置でまずミシンでお好みの底ラインでまず縫います。12センチぐらいでこちらは縫ってます。このラインから端から12センチのところで縫っています。この場所はお好みで決めてください。ここをまず縫います。今ここで縫えました。こちらをこのように折ります。こう今縫ったラインでこのように折ります。で、あとはこちらの両端ここを縫うだけです。ミシンで縫うのが硬い場合は手縫いでまつってください。こんな感じでポーチの形に縫えました。あとは先ほどと同様、両端に D カンタップをつけていきます。まずは5ミリくらいのここで縫います。T カンを通します。 T カンをこのように通したらこちらへこのように折ります。折ったリボンの先は今縫ったラインぐらいに合わせます。で、こちらに倒します。で、ここで縫っておきます。
い、これでポーチに縫い上がりました。あとはお好みでこちらにワンタッチホックをつけてください。ワンタッチホックの付け方を説明しておきます。ワンタッチホックはこちらがそれぞれのボタンのキャップになります。こちらがボタンの出っ張り、こちらがボタンのへこみ、これでセットになります。まずはボタンの出っ張りの方、こちらからつけていきます。こちらにキャップの部分、キャップの方をこちらにつけていきます。つけたい位置にまず目打ちで穴を開けます。結構大胆に大きめに開けてください。向こうが見えるくらいにしっかりと穴を開けてください。そしてキャップを通します。しっかりとキャップの先が出るようにしっかりと通してください。で、ボタンの出っ張りの方、こちらをこの方向ではめます。手ではめられるんですが少し硬いので、このように机に押し付けてはめ込んでいただくとはめやすいです。で、こちらにボタンのへこみの方をつけていきます。場所を確認して目打ちで内側からこの方向で内側から穴を開けます。内側からキャップを通します。ボタンのへこみの方をこの方向ではめます。硬い場合は机に押し当ててください。これでボタンがついて出来上がりです。こちらとこちら2箇所ポケットが使えます。はい、これで出来上がりです。それぞれ仕上がりサイズです。こちら水筒ケースの方が横幅約 19.5 センチ、深さが約30センチ、待ち幅が約6センチ、底の大きさが12センチで仕上がってます。こちらポーチの方が横幅、厚みの分少し狭くなって 18.5 センチ、深さが約20センチ、ポケットの深さが約12センチで仕上がってます。
はい、こんな感じでこちらのダイソーさんのキルトのレッグウォーマーを利用して300円で2つポーチが仕上がりました。はい、では引き続きおまけ動画です。はい、こちらのハロウィンの簡単オブジェ、帽子の飾り物を作っていきます。こちらのかぼちゃは去年作ったものです。動画も上がっていますので、よければそちらも参考にしてください。こちらはとっても簡単です。準備していただく材料です。厚紙と黒の100均さんのフエルと、お好みの大きさの丸いお皿です。まず丸いお皿で型を取ります。こちらはちなみに約 17.5cm のお皿です。お好みで大丈夫です。こちらが帽子の縁になります。次に帽子の高さを決めます。20センチの高さにします。画用紙横15センチ幅のところ、高さは20センチで、20センチのところをずっとこう描くように、こちらを中心に20センチを測ります。こちらをずっとつないでください。こ15センチのところの高さが20センチのところからスタートします。20センチ20センチでこのようにこう描くように印をしてつないでください。こちらはここで切っていただいて写していただくと大丈夫です。こちらはこのように写してください。はい、これで帽子の分が出来上がりました。あとはフェルトに貼り付けていきます。画用紙にボンドをつけてフェルトに貼り付けます。こちらの端だけくっつけるのり代分を置いておきます。こちらをのり代のところにボンドをつけてこのように貼り付けます。両面テープを使っていただくと早くくっつけられます。形を整えてこちらに貼り付けるだけです。縁にボンドをつけます。グルーガンがあればグルーガンでも構いません。飾りを置く場所を少し広い目にあえてずらせて貼り付けておきます。あとは100均さんで売られていますいろいろな飾りパーツをお好みでボンドで貼り付けてください。はい、こちらはおまけ動画でした。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。こんな感じで簡単に仕上がる作品ばかりを投稿しています。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いします。ではまた。